全然ナイトビーストいないねうんこのままだと遠泳大会が中止にほらそしたらさキャプテンにお願いして学校で一日遊ぶっていうのにしてもらおうよ例えばみんなでお菓子作るとか鬼ごっこもいいかも 本当に桜子は人を明るくするうらやましい、はあ、私も桜子みたいな性格だったらそんなにうらやましがる必要なんてないと思うなう<え>だってさシルビーにはシルビーの良さがあるわけでしょ人の気持ち 実はすっごく考えてあげられるところとかいつでも冷静なところとかそれにスレンダーでスタイルもいいし目も綺麗だしもういいよ桜子恥ずかしいようんけど私は私だよねありがとうね桜子 元気と明るさを分けててくれて桜子は天性のアイドルだねありがとうね桜子えへへいやいやそれほどでもあっでもでも私も世界一のアイドル目指すためにいろいろ努力してるんだよアイドルには歌唱力が必要でしょ 腹式呼吸でお腹から声を出さないといけないからだから腹筋をね特訓のあとさらに追加出してるんだ10回を5セットもすごいでしょう <laughs> 何その不敵な意味私は30回を5セットしてるえじゃあランニングは コンサートでは基礎体力が物を言うからねグラウンド10周おや負けた私3周シルビーのスレンダーなスタイルの秘密が分かった気がするよけどね最近実は手強い敵がいるのえ手強い敵小春のシュークリーム <laughs> ついつい止まらなくて日本に来てからかなり体重が <laughs> 実は私もアイドルなのにダメだよね <laughs> <laughs> 小春の前で口を開いてはいけないね口を開いたら最後そこには必ずシュークリームが入っているの わかるコハちゃんすすめ上手なんだよねコハちゃん改めひとみ学園のスイーツデビルあはは、<laughs> それコハルが聞いたら絶対怒るよ怒ったあとシュークリームきっとくれるあははははあこんなに笑ったの久しぶり <laughs> ねえ桜子私ねうん子供の頃家族で海に行ったら妹が溺れちゃって助けに行ったんだけど私もあんまり泳げなかったから一緒に溺れそうになって結局父が気づいてくれて助かったけどすごく怖かった それからなんとなく避けるようになってそれが海苦手になったきっかけそっかそんなことがあったんだでもいつか好きになりたいな月森町の海ってとっても綺麗だしうんそうなるといいねそのためなら桜子応援しちゃうよ 桜子これってうん何か来る見てヒレがいっぱいナイトビーストだ確認したこっちに上がってくるよし努力の成果見せちゃうんだから私も頑張るそれじゃあ 桜子とシルビーのオンステージ行くよこれでラスト、はあ、まだ気を抜かないで大きなヒレのやつはいなかったそうだねふ、はあ ちょっと海に入って休憩してくるねクールダウンあささ桜子 <laughs> 海なんてどどうしたのシルビー海大丈夫なの <laughs> ち違う気配がシルビーああ <laughs> 桜子危ない <laughs> 桜子怪我はないうん平気ありがとうとりあえず浜辺に戻ろう本当にいたね 巨大なヒレのナイトビーストこちらに向かってくる気をつけてああれ見てあれってキャプテンの水着じゃないやはりキャプテンを襲ったのはあのナイトビースト桜子準備はいいもちろんあいつを倒して明日の遠泳大会 なんとしても開催させよう必ず